どうもこんにちは。今日は12月9日です。気になる男シリーズ、今日も行ってみましょう。えー、和数にして177話でございます。もう残りね、二十数話ということになって、非常に残り少なくなってきた200話までなんですけども、まあまだまだね、300話、400話、1000話、5000話と続くと思いますし、またですね、今年も残り少なくなってきたんですけども、来年から未来へ、ぐーっとね、時間っていうのは広がっていきますんで、もう一花咲かせていきましょう。で、今回ですね、 思い込みを覆すという、まあ、テーマでお話したいなと思うんですけども、大体いいですね、経験を積むとか、何かね、えー、1日を過ごして、あ、これは変化したなって言えるときって、180度考えが変わる。まあ、そんなね、えー、経験を重ねたときに、それが言えるんじゃないかなと思うんですよ。そうでなければ、昨日と同じ今日が続くんだったら、これはですね、経験ではなくて単なる経過時間ということになります。 時間に対してて、つの捉え方があって今申し上げた単なる時間が過ぎた単なる5年10年過ぎたこれ経過時間って言うんですよ。経験するっていうのはどういうことかっていうと今までにない概念を手に入れたとか今までの概念と全く反対側の考えになったとかねもしくは同じ考え方でもかなりそれが強化されたさらに補強されたとかねさらにステップアップしたみたいなもう見違えるような成果が出た場合はそれは変化したと言えるのかもしれませんよね。 まあ例えばね身長が6 0ンチ7 0ンチだった子供がついに 1m を超えましたっつったらいや大きくなったねとは言えると思うんですけどもじゃあ 1mm2mm しか伸びてない時に大きくなったっていうのはちょっとね言い過ぎなんじゃないかなとつまりその度合いですよねうん成長とか進化ってその度合いによって本来は評価されるべきなんですけどもまあでもねそうは言っても少しでも変化成長したことを人は褒めたたえるんですよでもそんな時こそ自己否定感を持って いや、本来だったらまだまだ伸びれたはずだと。まだ手を抜いてた部分があるんじゃないかなっていうふうに自分を今しめるとよろしいかと思います。ただそうは言ってもね、人からの励ましとか、慈しみっていうのをありがたく受け取る必要があるのかなと思いますよね。はい。そしてですね、180度自分の考えが変わったみたいな経験をしたりとか、今までなかったような考え方に頭をね、ガーンと殴られたような衝撃を受けて、よし、これからそういうつもりでやっていくぞっていうふうになったら、すぐにそれをアウトプットすることなんですよ。 自分の人生とか考え方に大きな変化をもたらしたものってすぐにアウトプットすることによってそれがねもちろん何の変わりもない日々っていうのも貴重なもんなんで変わるべきものと変えてゆくべきものとね変わってはいけないものと変わらなかったもの,の様さまざまな分け方があるんでそのフェーズを間違わないようにした方がよろしいかと思いますねよくね久しぶりに会った友人とかに「お前変わったねー」 って言われるることとがあると思いますけどもでも別の面では相変わらずお前は変わらないなっていうふうに評価を受けることもあると思います一体どっちだよってことになりますけども人間のある側面を見たら変わったと言えるしある側面を見たら変わらずにそのままだよねとも言えるわけなんでその辺をね細かく考えない方がいいかと思いますさあそれでですね今日はねあのライブ放送で農薬についての一つの考え方あパラダイムシフトをお届けしたと思います農薬って聞くくとなんとななん 汚らしいといとうかね、有害なイメージがあるでしょ。でも農薬っていうのはね有害なものと有益なものに分かれるんですよで今日本で使われている農薬っていうのは主に有益なものばかりですでも50年ほど前は確かに農薬というとまだ研究が盛んではなかったのと実証実験がまだ進んでなかったんでね有害だったものが多かったです代表的なのが DDT でしょ DDT ってそれこそ飲みや白らみを駆除するために 日本中に振りまいた時には人間にも振りまいたんですけどもでもあれって人間に対して有害だったですよねだからあれは成りをしとめて改良した別のものを今殺虫剤とかそれから蚊取り線香の成分に使ってるわけですよそう考えていくと農家というね食物を育てる最も大事なものにやっぱり人体に影響のあるものを永遠に使うわけがないんですよ最初の頃はしかなく使ってた面もどんどん改良されて人間の 体には何の影響もない。むしろ有益なもの。そんな要素を盛り込んで、そして害虫には駆除できる。災害とか例外には強い。こういったものをどんどん人間は開発してきたんでしょうね。まさに農業は科学と言えるわけなんですよ。さあ、そういう形でね、実は農薬ってのは日本で認可されてるものはいいものばっかりだよと考える、そんな形もできるわけなんですよ。だからいつまでたってもね、農薬は害、絶対ダメ、有機栽培が OK、無農薬がいいんだ、無添加がいいんだっていうふうな 固定概念に縛られないことです。テクノロジーは進化してますからね今度は逆にですね無添加が良くなる時代も出てくるかもしれませんよそういうふうに常に変化するわけなんですよ常に変化しながら右行ったり左行ったりするわけなんですよですからいつも最新の情報に自分の脳もアップデートする必要があるんですよね えー、車だってそうですよね。えー、昔の車って排気ガスが出たりとかね、ものすごく有害だったりとか、それから軽自動車なんて乗り心地が悪かったんですけども、最近の軽自動車は揺れないしね、落とし僅かだし、居住性はあるし、荷物はたくさん乗るし、燃費もいいしって感じで、いいことずくめて、逆に車の王道セダンが売れなくなってきたっていう問題がありますよね。はい、じゃあ次はネットワークビジネスのお話し,しましょうかね。あの、やっぱりビジネスをしていて、どうしても避けられないのがネットワークビジネスの話題です。 もちろん、ネットワークビジネスは、怪しいもの、変なもの、怪しいレッテルが貼られるからやめる。そういうのもいいでしょう、そういう判断もね。でもね、ビジネスの一形態である以上、ネットワークビジネスごときは、扱いきれた方がいいですよね。実際に、ネットワークビジネスの説明会とかセミナー行くと、会場はだいたいどこもいっぱいなんですよ。これってネットワークビジネスを多くの人が否定してることになりますかね多くの人がネットワークビジネスを警戒してるんですかねいろいろあるけど、ネットワークビジネスというものに、 やっぱりこうね可能性を見出しているっていう現実はあるわけなんですよそうなるとネットワークビジネスを扱える人と扱えない人の差が出てきますよねじゃあネットワークビジネスを扱える人ってどんな人でしょうか間違いなくこれはインフルエンサー情報発信が癖になってる人そして人のサポートが好きな人こういう人はネットワークビジネスの商品が何であろうとうまくいきますあとは自分の納得できるものを選ぶかどうかっていう話だけになってきますので自分の影響力とかネットワークビジネスのスキルを持って どう考えても人に迷惑がかかるだろうってものを売らないようにした方がいいですよね。少なくとも自分が納得できて、これはやる価値があると。そして人にも納得感を与えられるというものを押し売りにならないように、騙し打ちにならないように広めていけばいいのを信れるかなと思いますよね。まあ騙しの、騙し打ちのいい例として、例えば昔の知り合いとか、最近知り合った方にね、久しぶりに会わないとか言って、で、会う時間を作る。 そして、実はね、とか言って資料を出してきて、ネットワークビジネスの話をするっていうのは、これはね、騙し討ちだと思いますよね。ここで信頼をなくすべきではないんですよ。だから、ネットワークビジネスの上手な人っていうのは、まず最初にね、ネットワークビジネスの、こういう会社のこんな商品扱うやつを始めたんだけど、話聞いてみないかっていうふうに、最初から本題を言って、それからミーティングするんですよ。そうするとですね、ネットワークビジネスに抵抗のない方で、いろいろ吟味して、いい商品だったら参加したい方が来るんですよ。 ネットワークビジネスに拒絶反応がある方はその時点でもう来ないでしょ。それでだから OK なんですよ。その最初の選択を渡すときに間違えたら騙し討ちとされて、ネットワークビジネスという人はやらしいねと。嘘っぽいねと。怪しいねってことになってしまうんですよ。ですので最初から私はビジネスをいろんなものを扱ってる。その中にはネットワークビジネスでやるよと。ネットワークビジネスもやれば成功するものばかりではないけども、とりあえずやってみないとわからないところと、しっかりと情報を取ってみないとわからないと。 だから一緒にちょっと考えてみませんかっていう形でこのネットワークビジネスのネタをね人にお話しするとでこのネットワークビジネスでいいんじゃないかっていうふうにその方が言ったらじゃあ俺サインするからさ一緒にやらないみたいな感じで当然ですけど序列はこっちが上になりますよねだってネットワークビジネスの相談をしてじゃあ相談を受けた方がねじゃあ先にサインするから俺がサインしたらお前もやれよみたいには言いにくいと思うんですよですんでその方が否定すればしょうがないですけども肯定したらじゃあ一緒にやらない俺もとりあえずサインするからみたいな感じで すでにアップラインとしてスタートすることができるわけなんですよまあその他にもさ様々なやり方がありますけどもここで言いたいのはねネットワークビジネスに拒絶反応を起こしている人よりもネットワークビジネスを何とか攻略しようとして会場に集まる人のが多いっていう現実なんですよねこれも一つのパラダイムシフトですなんでネットワークビジネスがなくなくとかなくならないのかなとかねなんで新しくできたビジネスはネットワークを採用するのかって言ったらまさにそれが多くの人が求めていることなんですよ 結果的にうまくいかない人が多いっていうだけなんですよ。だって結果的にうまくいかないのは、進学だって就職だってその通りでしょ。全部同じなんですよ。定員があるから、応募する、希望する人の9割ぐらいは、夢叶わず第一志望にはならないんですよ。ですんでね、YouTube をやっても、アフィリエイトやってもそうなんですけども、成功するのは一部の人だけ。だからこそなんですよ。一部の人になりませんかって声をかけ続ける必要が私たちにあります。 だって私たちがね、成功するのは一部の人だけなんでやめといた方がいいよって言ったら、どうやってマーケットを広げるんですかでしょだから、少しでも成功して一部の人になったと思ったら、その方法を惜しげもなくね、お伝えして、惜しげもなくサポートして、手を引いてあげれば、そのビジネスの環境っていうのはもっともっと良くなるんじゃないかなと思うんですよ。で、サポートもしないし、情報発信も滞るってことになると、信用もなくなりますし、それは引いて言えば、ビジネスの信用がなくなるってことにも繋がりかねないんですよね。 はい。そしてですね、一つ実例をお話しますけども、この3年間、そして今もそうだと思いますけども、いわゆるコロナ禍感染症ってものが流行ってますよね。ですんで私はね、あえて対面で何件か、あーセールスをしてるんですよ。どういうことかっていうと、この状況下で対面でビジネスの話を聞きたいっていう人がいるとしたら、その人は相当購入意欲が高い方です。ですんで、大体売れるんですよ。多くの人が、 対面のビジネスを避けたりとか、こういう時にビジネスの話題を避ける、やめる、お金を使わないようにする。そういう風な時だからこそ、あぶり出されてくるのが、こんな時でもチャンスをつかみたいって方なんですよ。ですんで、あえてこの3年間、ネットワークビジネス、そして対面でお勧めしないといけないものを、私は何回かやってるんですよね。で、それに関しては、結構高額なものを売ってます。これは、ほぼ100%セールスが完了するんですよ。例えば、ある対面説明会では、限定3名の方をお招きしてやりました。 そして3名の方にビジネスのお話をする前に今日の商品は小中倍・上中下と3種類ありますと価格もサービスの内容も全く違いますでそれを踏まえて話を聞いてくださいねっていうふうにお話したんですよそしてこの2時間の対面のセミナーが終わった後に希望されたのは一番高いやつ3名なんですよねでこういうふうな心理も働くんですよ購入意欲が高い方がいて3名参加して商品3つ用意してますっていうと 自分が、例えば中級とか、それよりも下のクラスを買うと、誰が一番いいやつ買うのかなと思って、そこですでに競争が始まるんですよね。だから3人とも一番いいやつを選ぶっていう心理が働く。つまりそこでは、5、60万の高額商品から100万円の商品が、ポンポンポンと、ほぼ100%で売れるんですよね。で、そこで買わずに帰っていくって選択肢がないんですよ。なぜなら多くの方が対面の、そういったビジネスのセールスをやらない時期に、もう貴重なんですよね、そういうのやってくださる方が。 ということは、今回のセールスを流したら、もう他に選択肢がないじゃないかっていうふうにその方から見えるんですよ。だからこそ来てくれるし、だからこそ買ってくれるんですよね。まあ、こういう風うな形で、思い込みをどう覆すかっていうトレーニングが日々行われているのが、私たちの住んでいるこのビジネスというマーケットなんですよね。はい。じゃあ今回はね、一旦ここで終わりまして、あとはね、補足動画といつかは公開という動画、こちらの方もお届けしますので、そちらの方でお会いしましょう。それでは。